ニック・ウィンターはオーストラリアの男子陸上競技選手である。彼は1924年に開催されたパリオリンピックの3段飛べで金メダルを獲得した。ニック・ウィンターは1894年にニューサウスウェールズ州の小村ブロックレスビーで生まれた。地元の公立学校で教育を受けた後、1915年7月31日に オーストラリア軍に入隊して、1919年までの間にエジプトやフランスなどに駐留していた。後に帰国してニューサウスウェールズ州で消防士として働いた。彼はスポーツ万能の人物で陸上競技の他にもクリケットやテニス、ゴルフ、レスリングなどに取り組んでいるが、とりわけ三段とべに才能を発揮していた。1919年12月の競技会では、 当時のオーストララシア新記録にあたる1 4ル5 0ンチを記録し、1924年には1 5ル1 5ンチと記録を伸ばしている。パリオリンピックの3段飛べ競技は12カ国から20人の選手が出場して1924年7月12日に開催された。ウィンターは予選2組で1 5ル1 8ンチの記録で1位と、 なり、全体でも15メートル42.5センチのオリンピック新記録を出したアルゼンチン代表のルイス・ブルネットに続く2位の位置につけて、同日の決勝に進んだ。決勝では、世界新記録となる15メートル52.5センチを記録して、ブルネットらを抑えて、金メダルを獲得した。ウィンターの陸上選手としての前世紀は、ちょうどこのパリオリンピックの時期に当たっていた。 4年後の1928年、アムステルダムオリンピックでも3段飛べに出場したが、自分の記録に遠く及ばない14メートル15センチの記録しか出せず予選落ちした。これは練習中に、左足膝関節を負傷し、その傷が癒えぬまま出場せざるを得なかったことと、踏切が合わなかったことが原因で、競技前から自分には、賞賛はないが、自分が出ないと、 チームの指揮に関わるので出ると語っていた。ちなみにこの大会で小田美紀夫が日本人初のオリンピック金メダルを獲得している。1930年のオーストラリア国内選手権で優勝したウィンターの記録は14メートル40センチだった。1932年には同選手権で2位となって間もなく現役を退いた。 彼は1927年12月に消防士の職を退いてビリヤードサロンを開き、後には事務員として働くようになった。死に至るまでの数年間にわたって大酒を飲むようになっていた。彼は自宅で一酸化炭素中毒により死亡しているのを発見された。検死の結果、死亡日は1955年5月6日頃と推定されている。なお、 ウィンターは1931年10月27日まで三段、飛べの世界記録保持者であった。ありがとうございます。